1937年に来日したヘレン・ケラー女子に送る人形と共に中村久子は明治から昭和期の工業芸人、作家。両手、両足の切断というハンデにもかかわらず自立した生活を送った女性として知られる。1897年11月25日、岐阜県大野郡高山町で父、鎌成栄太郎と母、 アヤの長女として出生し、幼名は、ピサ。弟に、エーザがいる。2歳の時に、左足の甲に起こした頭傷が左手、右手、右足と移り、頭傷の影響による高熱と手足が、真っ黒に焼ける痛みと苦しみに、昼夜の別なく、襲われた。3歳の時にこの頭傷が元で特発性脱走となる。手術すべきか否か、幾度となく親族会議が行われたが、 決断がまとまらないうちに、左手が手首からポロリと崩れ落ちたという。その後、右手は手首、左足は膝とかかとの中間、右足はかかとから切断する。幾度も両手両足を切断し3歳の幼さで、闘病生活が始まる。7歳の時に、父、栄太郎が、急性脳膜炎により急性。さらに不幸は続き、10歳の時に、 弟のエーザーとも行き別れをした。そんな激動の生活の中、彼女を支えてくれたのは、祖母ユキと母矢であった。祖母と母の厳しくも愛情のある子育てにより、久子は筆記や編み物をこなせるようにまでなった。1916年、20歳になった久子は、地元鉱山を離れ、横浜市などで一人暮らしを始めた。その後、 母と再婚した藤田というまま父から虐待を受けた。間もなく、久子は自立するために、身売りされる形で、だるま娘の名で見せ物小屋での芸人として、働くようになり、両手のない体での裁縫や編み物を見せる芸を、披露した。後に結婚し、富子らを設けて、祖母の死や夫の死という不幸に見舞われながらもくじける、ことなく、子供たちを養い気丈に働き続けた。 1934年に工業界から去った。久子は、見せ物小屋で働き始めた時、恩恵にすがって生きれば、甘えから抜け出せない。一人で生きていかなければと決意し、生涯を通じて、国による障害者の制度による保障を受けることは、なかった。1937年4月17日、41歳の久子は、東京日比谷公会堂で、ヘレン・ケラーと出会う。 久子はその時、口と肘のない腕を使って作った日本人形を、ケラーに送った。ケラーは久子を、私より、不幸な人、私より、意外な人と称賛した。翌42歳の時、福永和シ国に出会い、単二章を知る。50歳頃より、執筆活動、講演活動、各施設慰問活動をはじめ、全国の新商者及び健常者に、 大きな生きる力と光を与えた。久子は公園で全国を回る中で、自分のキーな老いたちを語るとともに、自分の体について恨む言葉もなく、むしろ障害のおかげで強く生きられる機会をもらったとして、無手無足は、ふっつより賜った体、生かされている喜びと、尊さと感謝の言葉を述べ、人間は肉体のみで生きるのではなく、心で生きるのだと語っている。 1950年54歳の時、高山新商社副祉会が発足し、初代会長に就任する。65歳の時、厚生大臣賞を受賞した。1968年3月19日、脳一血により、高山市天馬町の自宅において波乱に満ちた生涯に幕を閉じる。去年72、遺言により遺体は、娘の富子らによって検体された。 人の命とはつくづく不思議なもの。確かなことは自分で生きているのではない。生かされているのだということです。どんなところにも必ず生かされていく道がある。すなわち人生に絶望なし。いかなる人生にも決して絶望はないのだ。晩年に行われた講演会においてありがとうございます。